はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。皆さん、四つ葉のクローバー見つけたことはありますか？何でもググったところ、おおよそ1万分の1の確率だそうですね。四つ葉のクローバーな、1万分の1。ちょっとよくわかんないっすね。まあ、珍しいってことだな。多分な。何でもこちら珍しいから見つけるのも難しいし、見つけたらラッキーだし、見つけた人は、幸せになれるとか、恋の眠るく、ふぅい。幸せになれるらしいっすね。ワイベリーヤングな頃にな、近くの公園で四つ葉のクーローバーを探しまして、無事見つけまして、まあ、伐採してな、まあ、親に、ね、プレゼントしたマイメモリーがあるんですけども、なんでも、おっつー。世の中では四つ葉のクローバーなんてのは、まだまだ、甘いと、素人向けだと。でも、もっと、五つ葉、ね、六つ葉、まあ、さらにその上があるんだと。まあ、それを見つけてこそ、まあ、プロってことだな。そう。もちろん可能性は1万分の1を、まあ、はるかに下回るわけですな。レアすぎて、ヤバタニエンであると。なんかツイッターでちょっと前にバズってましたよね。七つ葉のクローバー見つけ単語みたいな。赤甲羅来すぎ。もう。そのツイッターでバズるってことは YouTube でもね、バズる可能性が大いにあるわけですから、YouTube で成功するチャンスってもしかしたら身近に転がってるのかもしれないですね。じゃあ今度ね、クローバー探してみましょうかね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。